短編推理小説シリーズ。1972年2月号のエコム氏に第一作、会心の笑いが発表され、その後断続的にアシモフの晩年に至るまで発表された。すべて短編で計66作が書かれた。うち60作は5冊の短編集として出版され、残りの6作はアシモフの死後、ザ・リターン・オブ・ザ・ブラックを移動ワーズにまとめられた。 ニューヨークのミラノレストランで、月1回、黒ゴケクモの会という名の霊会が催される。レギュラーメンバーは、科学者、数学者、弁護士、画家、作家、暗号専門家の6名で、ヘンリーという初老の男性が球児を務める。霊会のホストはメンバーが交代で務め、本来は、純粋に会食と会話を楽しむために開催される、集まりである。ホストは、 その会の費用を負担する代わりに、ゲストを一人同行させることと、料理をリクエストできるという特権が与えられる。檻を見て、ホストはグラスを、スプーンで打ち鳴らし、ゲストに対し、あなたは何をもって、自身の存在を正当としますかという提携の尋問を行うのが習わしである。それをきっかけとして、よもやま話に興じるうちに次第に話題が謎めいて、くると、 活気づいたメンバーが、おののの知識を動員して、議論を繰り広げるが、袋工事に陥る一歩手前で、それまでの会話を聞いていたヘンリーが、真相にたどり着く。本シリーズは、ほぼ純粋なパズルストーリーであり、殺人事件さえ、滅多に起こらない。題材は、盗まれたものは何かとか、遺産を得るための暗号の解読とか、忘れた地名の推測などの、 より日常的な問題である。解決には、ヘンリーの外白な知識が使われる。ヘンリーは、代表的なアンラクイス探偵の一人である。なお、黒ゴケクモの会は、12人の男性が、ニューヨークで毎月集まって語らう、戸建クモの会をモデルにしたとアシモフが明かしている。アシモフ自身もこの会のメンバーだった。物語の登場人物について、アシモフは、 ここには、TDS の誰に似た男も出てこないし、TDS の集まりで出た話題に財を得た物語も、一つとしてありはしないと明言している。EN、Tales of the Black Widowers 以下は、日本語版の情報。ISBN4 から488167012翻訳、池弘明、解説、池弘明、前書き改新の笑いにせものの PH 未を言えば池。 小先書き物よ、日曜の朝早く明白な要素差し示す指、ザ。ポインティングフィンガー南国代表ブロードウェイの子守歌ヤンキー・ドゥ・ドゥルトへ行く不思議な、省略四角 EN、モア・テールズ・オブ・ザ・ブラック・ウィドワーズ以下は、日本語版の情報。ISBN4 から488167020翻訳、池広明、解説、池広明前書き追われてもいないのに、 電光石火鉄の宝玉三つの数字殺しの、噂記源事項の挨拶。東は、東地球が沈んで、宵の明星が輝く13日金曜日省略なし、終局的犯罪 EN、ケースブックオブザブラックウィドワーズ以下は、日本語版の情報。ISBN4 から488167039翻訳、池広明。 解説、池広明前がキロレーヌの十字架家庭人スポーツラン史上、第2位かけているものその翌日検討違い。よくよく見れば帰り見すれば、犯行時刻、ミドルネーム不毛なるものへ、EN、バンケット・オブ・ザ・ブラック・ウィドワーズ以下は、日本語版の情報。ISBN4 から488167055翻訳、池広明、解説。 相川哲也前書き6400系の、組み合わせ場にいた女運転手、良き、サマリア人ミカドの時代証明できますか ?Can you? ブルーブイット、フェニキアの金牌4月の月曜日獣でなく人でなく、赤毛帰ってみれば、トビリり EN、パズルズ・オブ・ザ・ブラック・ウィドワーズ以下は、日本語版の情報。 ISBN 978から4から488167080翻訳池弘明、解説、アリス川アリス、前書き堂を右目の付けどころ、幸運の、お守り見えの悪魔水上の夕映え待てど暮らせど、ウェア。イズ・エイチ・イひったくり静かな場所4葉のクローバー、ブート割りバイ秘伝、EN、ザ・リターン・オブ・ザ・ブラックを移動わらず、日本語訳の書籍は、未出版。 短編が、推理小説誌に個別に翻訳されている。下記の放題は、その時のもの。特に記載がないものは、池弘明訳、エコム氏掲載。イントロダクションザアクイジティブ、チャックルアーリーサンデーモーニングザオブビアスファクターザ、アイアンジェムツーザベレストシックスティーミリオントリリオン、コンビネーションズザ。 ロングハウスザ・レッドヘッド・トリプルデビル、アイザック・アシモフを読んだ男たちウィリアム・ブルテンチョ、森秀俊役、ジョン・ディクスンカーを読んだ男、沢木洋平役、バットマンの冒険2に、収録差は去りながら、イエス。バット・ホワイ、ミステリー・マガジン1990年11月号、掲載スペースワープ警官隊がやってきた、幽霊屋敷ゲストのゲストザ・ウーマン。 インザバークロゴケクモの開催後の物語、田中和恵役、ミステリーマガジン2007年5月号、掲載アフターワード日本では1981年、NHK で、ラジオドラマが放送された。配役は、以下の通り。ありがとうございます。